でございます。BDS リポートプラス、ね、4月号ですね。2024年の4月号。ね、桜が、もう開花、ね、開花するところももうね、今週多いみたいですから、ぜひですね、桜並木の中をね、バイクで乗って。気持ちいいだろうね。いや、いいね。はい。メーカーがカスタムビルダーにオーダーするプロモーションってね、ありますけど、海外ブランドが日本のトップビルダーにカスタムを依頼する。そんなスタイルが新たなトレンドを生み出している。顧客を満足させる手段の一つとして大いに注目すべきではないだろうかってね、マットモーターサイクルってね、ありますけどね。近所で乗ってる人いるんですよね。乗ってる、若い人ね。はい。カスタムワークスゾーン。滋賀県だ。蒲生郡。日本が世界に誇るカスタムビルダー。2007年に吉沢雄一氏を中心に設立。すごいですね。はい。はい、さあ、そしてですね、今回は、メインは多分ここかな。今時の若者ユーザーを知る考え方、リアクションなどについて、消費行動データをもとに検証ということでございます。いつの時代も若者は、最近の若者はと言われ続けてきた。古くは団塊世代、新人類世代、バブル世代、ゆとり世代など、最近では Z 世代という言葉が多用されている。あ、団塊世代って言われてたんですか？まったく近頃のよ、団塊世代って何考えてるか分かんねえなっていう感じですかね。分かんないです。はい。二輪業界においてもコロナ禍により若者ユーザーは確実に増えた。そのため、今時の若者を知り、彼らへの応対を学ぶ必要は少なからずある。そこで今回は彼らの様々な側面を見ながら検証してみる。若者、こんな風に検証されちゃってますから気をつけてください。違う。全然分かってないって言ってやってください。コロナ禍により二輪ユーザーは増えた。これは間違いのない事実。その内訳を見ると、リターンライダーのほか新たに免許を取得した人もいる。後者の多くは若者。警察庁発表の平均免許交付件数。2023年4月発表を見ると、大型普通二輪原付の合計では、2018年の21万3053件に対し、2019年は22万2450件、2020年は24万4320件、そして2021年には28万5000と飛んで5件にまで急進。2019年比では実に 133.8% と大きく伸長していると。やりましたね。2022年には27万5242件と教習所の入所待ちの等の影響もあり1万件ほど減少したが、それでも 129.2% と高い水準をキープしている。コロナが5類に移行したことから減少に向かう可能性はあるが、極端に大きな下落はないものと思われる。ある教習所関係者は説明する。今は入所件数も一段落し、コロナ禍前の状況に戻った感じです。ただコロナ前の 2,3 年ほど前から普通二輪免許を中心に取得者は増えているので、この流れはしばらく続くものと見ています。ここ数年の傾向としては若い人たちが確実に増えています。20代から30代にその傾向は顕著です。これについて今更書くまでもなく、バイク全盛期の1980年代もこぞって若者がバイクに乗り始めたわけだが、ここでは今の若者の気質、性質、考え方の違いについて消費者庁が発表した若者の消費行動一部抜粋を確認しながら検証してみよう。こういうのが一番嫌なんです。若者は検証するとか、なんか最近の若者はこういう傾向があるとか、はあ、何言ってんのって思わないですか？思わない。わかんない。安価でかっこいいデザインが斬新。それが世界戦略の忍者。調査結果1。若者は食べることなどにおいにお金をかけつつ、参加型のイベント、有名人やキャラクター等を応援する活動にお金をかけている。意識的にお金をかけているものの有無を聞いたところ、食べることのとの回答が10歳代後半が 48.3%、 20代が 50% と、多くの人が食にはお金を惜しまない傾向にあることが分かった。また利美容、美容ですね、はい、身だしなみ、交際、他人との飲食を含むファッション、通信、電話、インターネット等、スポーツ観戦、映画、舞台鑑賞、参加型のイベント、音楽、グルメ、フェス、コンサート、ファンイベントなど、有名人やキャラクター等を応援する活動、グッズ購入等などにもお金を費やしている。これを見ると物消費とこと消費が混在しているのが分かる。
この傾向から推測できるのは、ファッション。ここで言うファッションとは、主にアパレルを指すものと思われるが、バイクを一つのファッションとして、あるいはファッションの表現手段として捉えるユーザーも多い。さあ、行きましょう。走り云々ではなく、バイクに乗った自分の姿がどう映っているのか、そんなことに気を配る人が増えている。販売店 A。つまり、全身をファッションとして見ているため、バイクも一つのファッションアイテムとして考えているのだ。とのことです。ファッション。まあ、どんどんライフスタイルみたいなね。だそういうのもあるんですか。だからハーレー・デイビッドソンは、ライフスタイルを売るための、売るメーカーですから。バイクの性能で売ってるんじゃないんですよ。性能だけでやったら、勝負になんないもん、日本メーカーに。ね、何言ってんの？は？スピードじゃねえんだよ。バカだ。あー、いた、いる。未だにスピードだとか、なんか性能がどうのこうだ、壊れないとか、そんなことばっか言ってるやつがいるよ。バイクってのはそういう乗り物じゃないんだよ。っていうことですか？ね、ハーレーはそういうの。ね、壊れて、上等だよ。大陸横断して途中で壊れたらどうするの？だから簡単に直せるようなシンプルな作りになってるんですよね。違うのかな？まあいいや。調査結果に、若者は商品やサービスの購入時に SNS での口コミ評価、知人、友人、公式サイトの情報を重視している。怖いですね。だから口コミにいいの書く、自分で入れるんだよ。そういう、そういうなんか業者があるんじゃないですか。頼む。お金払って入れてくださいって。違うかな。消費者意識基本調査で、商品やサービスの購入を検討する際、どこから情報を得ているかについても重視して、確認している。その中で、重視しているものについて聞くと、SNS での口コミ評価が10歳代後半から20歳代で約5割と最も高い。次いで、友人、知人、インターネット上でしか知らない人を除くをと公式サイトが約3割となった。一方、店頭、店員、新聞、雑誌等の記事、広告との回答は、若者が他の年齢層よりも低い。テレビ、ラジオ、番組の広告については20歳代が低いほか、公式サイトについては若者と30歳代、40歳代および50歳代は同程度と書いてます。SNS は信用できないですからね。情報っていうのは。騙されてるよ、みんな。ね。なんかね。だってそうでしょ？ボロクソに叩かれてる人いっぱいいるじゃん。口コミ評価で。でも、じゃあそこがダメなのかってそんなことないでしょ？いいわけだよ、うん。だって、モーターなんてすごい評価高いんですよ、どこも。だいたい4点いくつですよ。だいたい、いっぱい人が訪れるとこだと、だいたい 3.7 とか、3点台の後半ぐらいが、だいたい相場なんですよ。4超えるとこっていうのは、絶対これ自分で入れてんだろうとか。私は素直に、だってなんとかモーターの船橋のあそこの馬込のところにあるところは評価が高いって、やっぱりいいんだなと思ったら、そうじゃない、いやそれ自分で入れてますよとか言われちゃったら、えっ、ー、って分かんないですけどね、真相は分かりません。最近のバイクユーザーはバイクを購入する際、口コミを重視する傾向にある。それを主に得るのはSNS って何の略でしたっけ。このデータはその裏付けでもある。 SNS に親和性のある若い世代ほど多く、世代が上がるにつれその他の手段となっていくのが分かる。これは消費全体的な傾向だが、物の再販価値が今まで以上に重視されている。最も大きいのはフリマアプリの存在だろう。さらにはリサイクルショップの台頭もある。こうしたことから、今の若い世代には中古品に対する抵抗感はかなり希薄。彼らは Z 世代と呼ばれる層であり、その層が市場の拡大に寄与している。次何だと思います？ Z 世代の次なんて言われますかね。これが楽しみだよね。だって今は Z 世代、次絶対またなんとか世代って出てくるわけだから、その Z 世代の子供たちだよね。これが楽しみだね。で、自分たちはがこうあれしたのが、なんだ本当に今の若いやつらはよってやっぱ言うのかな、 Z 世代の人もね。多分 Z 世代の人は今そんなこと絶対言わないって言ってるかもしれないけど、みんな言うんだよね、全く最近の若いやつだよとかね。面白いよね。調査結果3、若者は商品やサービスを購入する際、品質性能の良さ、価格の安さや見た目デザイン等を重視している。消費者基本、意識基本調査で商品やサービスを購入する際何を重視しているかについて聞いたところ、品質性能の良さについて重視している、とても重視している、またはある程度重視しているのと回答した人の割合は10歳代後半で 94.2%、 20歳代で 98.1%、 若者が最も高い結果となっているって。なんとかとか乗れないねどこのメーカーまた言ってんのって怒られちゃうよね。わかんないですね、はい。
価格の安さについては10歳代後半で 92.5%、 20歳代で 92.1%、 見た目デザインは10歳代後半で 83.8%、 20歳代で 83.5%、 この3項目は若者が商品やサービスを購入する際の重視度が上位となる。一方、環境問題、社会課題への解決への貢献については10歳代後半で 21.3%、 20歳代で 14.9%、 重視度が高くないことが分かっている。何ですか？ダメでしょう。環境問題、社会課題ってことはツースト OK だね興味ないからそこら辺にはね。すごいね。ここにおいても見た目デザインや価格を重視するという声が10代20代ともに多数を占めているのが分かる。これについて販売店 B は大きな盛り上がりを見せた 250cc スーパースポーツブーブについてこう語る。火付け役は忍者 250R ですが、これが人気になったのは排ガス規制の影響によるところが大きいですね。対策のためインジェクション化が進みましたが、その結果その分を価格に転嫁せざるを得なくなった。そんな状況が川崎が発売したのがタイで生産していた世界戦略車の忍者だったわけです。これが1980年代のレプリカブームを知らない若い世代に刺さり、安価でかっこいいデザインが斬新と瞬く間にヒット、大ブームを生んだというわけだ。1980年代を知っている人には忍者、あの忍者 250R 何これっていうふうに言われちゃったんですよ多分。え、2気筒、え、何これ、しかも、え、タイ、何タイで作ってんだ、へえ、何これが新しい、何何、しかも忍者、ふざけんなって、忍者っつったら GPZ900R だけだよとかね、古い世代にはそういうふうになっちゃうんだけど、新しい知らない人にとってはかっこいい、これですよ多分。多分ね、ローンでの購入を提案すると急に来なくなるユーザーも。最近の10代後半から20代のお客さんはみんな癖がなく真面目です。そうなんだ。でも自分というものがなく、あまり積極性がない、そのため何を考えているのかわからないんですって。そんなことないよね、若い人たちね。違うよね、積極性あるよね。でもね、あんまりほらあれするとすぐなんとかハラスメントだとか言われちゃうからね、今ね。こう語るのは3倍点 C。考え方を理解するためいろいろと話をしても、こっちが想像するよりリアクションはない20年前30年前当時の学生ユーザーと接する感覚でいると戸惑うことが多いと、ね、吐露するって親にも問題があると思われるケースもある。親に問題がある、ドキッときますよね。ドキッと決まってドキッとしますよね。うちのお客さんなのですが、バイクに乗る高校生の息子に骨外とは別に毎日昼食代として1000円渡しているそうです。これだけで月2万円ですよね。ん？ちょっとおかしくないですか？毎日1000円渡しててこれだけで月2万円じゃないよね。毎日なんだから月で3万だよね。計算ができてないもん、このバイク屋さん。まあそのことがまず、いや土日が多分入ってないんじゃないですか。でも20日以上あるよね。そういうところをね、つつくのがダメなんだよ。そういうのが若者にはね、そういうのは嫌いなんだ友達とスタバに行くから500円欲しいと LINE が届くと、すぐにペイペイで息子に送金してるいい親父だね。いい、え、親なのかいい親だね。親父なのか、あの母親なのか知んないけど、いい親が持ってるね。俺だとなんて言うかな、友達とスタバって500円じゃ足んないもんね、スタバ行くんだったらね。えどうします、500円で足んないよ、スタバだったら。ちょっと驚きの対応だが、この状況は当たり前のことと子供が思い込むことで、子供自身の常識感覚にもズレが生じるのは自明の理である。バイクを買おうとしている娘と親との変わった関係性についても語る、ね。貯金が趣味だというあまり感情の起伏を表さない20代の女性が一人で来店。貯金が、どうして、貯金が趣味だと言うってさ、あまり感情の起伏を表さない20代の女性が一人で来店って変じゃない？に、だって、貯金が趣味ってどこで知ったんですか？後から知ったのかな？それで、そういうことになったんですかね？これがよくわからないですね。ね、あの、これ書いてる。あのね、ちょっと、あの、一応ね、これ、ただ読んでもおもろくないから、いや、あなたの、そういうのが入ることが面白くないよ。ただ単に読んでくれればいいから。ね。それを読み取るのはうちだから。っていうふうになりますかね。黙ります。はい。以前から欲しかったバイクを買おうと急に思い立ったのだという。バイクの免許がないので、教習所に通い始めた。そして卒検。でも残念なことに合格できなかった。ショックを受けた女性は自宅に帰るなり泣きじゃくった。それを見た親は、喜怒哀楽をほとんど見せない子供の姿に驚き、一緒に泣きながら慰めたという。それから2ヶ月が経過したが、来店はない。免許が取得できたのか、バイクをどこかで買ったのかも不明。この話は考え、
方云々というものではないが、ショップとの関係性構築に一抹の不安を感じる。最近のお客さんには気軽に最近のお客さんには気軽にツーリングに誘えないんです。何腹になっちゃうからね。ツーリング行きませんか。何腹です。はい。理由は人見知りする人が多く、知らない人の中に入り積極的にコミュニケーションを図ろうとしないからです。コミュハラかな。何だろう、何腹になんだろう。これもよく聞く話である。黙れていたのお前黙ってないじゃないかって今言われそうだね。これも聞くよく聞く話である。コロナ禍でマスツーリングを知らないユーザーにとっては未知の世界に足を踏み入れるなってくる。足だよね多分ね、うん、構成ちゃんとしたのかな。また言ってるっておかしいな。足を踏み入れることが苦痛でしかないのだという。そう思っていることを理解せず何度も誘うと店に来なくなってしまう。そんな話をよく耳にする。また同店では代替え話の仕方にも難しさを感じている。代替えのタイミングを迎えた時の話し方が難しいです。欲しいバイクの話をするところまではいいのですが、それをどうやって買うか、現金かローンか低金利ローンの設定もあることを伝えると来なくなる人もいる。30歳になるまでローンを組んだことがないというお客さんが想像以上に多いんです。そのため抵抗感のあるローンを進める店という感覚を持たれ来なくなってしまうのです、ね、はい、現金でいいじゃないね。バイクが欲しいからバーチャル投入でバイクは不要に。バーチャルでバイク不要になっちゃうの。一昔前では考えられないこんなケースもある。バイクに興味があるというお客さんが来店。免許はこれから取るとのこと。要望を聞きいろいろと説明したのですが、どうも危険怖さにといった気持ちが拭いされないようなのです。そんな時スマホでツーリング動画を見たのですが、それにのめり込みあたかも自分がバイクに乗っているかのような仮想現実の世界を楽しんでいるのです。普通はそこに没入することでより一層興味関心が募るものだと思うのですが、そのお客さんはそれで満足してしまったのです。理由は怪我をしないからでした。バーチャルの世界では自分を満たすというかなり異色なケースだが、これも今の若い世代ならではの考え方なのだろう。結局その後来店することはなかった様子。これは若いユーザーだけに特定した話ではないが、よく聞く話ではあると語るのは前室の販売店 C。 昔からの常連さんで20代の A さんが友人 B さんを連れてくるようになりました。最初のうちは一緒に来ていたのですが、一人でも来るようになり、そのうち A さんよりも店に顔を出す回数が多くなりました。すると A さんの来店回数が徐々に減り、そのうち全く来なくなったのです。これはよく話と販売店 C は言う。 A は B にもう A とか B とか C とかわけわかんなくなっちゃうとね、もうね、 A は B に立場を取って変わられたという意識が強く、面白くない気持ちが先に立つからだと分析する。ある種の嫉妬かもしれないが、 B にあまり来るなとは当然言えないし、これを防ぐ手立てはないのが実情。ユーザーへの対応も同様だという。そのため扱いは常にフラットにしている。これから一線を引き、自分からはそれを超えないようにする。そして対応はできるだけフラットにし、まずはどんなタイプのお客さんかを見極めます。なぜそうするのか。今までは良かれと思ってやっていたことが、あだになることが何度かあったからです。SNS 上にうざいと書かれたり、こちらから踏み込まないようにしているのはそのためです。ただしお客さんが超えてきた場合は拒むことはしません。お客さんの性格が分かってきたらあるタイミングで少し地を出します。そうするとそれがお客さんの目には特別感として映るのです。これもリスクを最大限に回避した一つの接客術なのかもしれない。最近のユーザーの考え方、傾向等についていくつか紹介したが、いかがだったろうか。少なくとも50代以上の経営者の中にはかつての定石が通用しなくなって通用しにくくなっていると実感している方は多いものと思われる。だがこれが現実。何も迎合する必要はないだろうが、部分的なアジャストは必要なようだ。50代以上の、経営者の皆さん入っちゃってんだよな。50代以上なんだよね、50代以上なんですよ経営者。あれですか、あのね、なんとかファクトリーさんも50代ね、はい、まあほぼ同級生みたいなもんだと思います。はい、あと何ですか。わかんないね。木馬は違うよ。木馬は若いからまだね、9歳ぐらい若いから、あれ9歳ぐらいですよね。だからまあまだ50代じゃないもんね。若者なんか気持ちが分かってるみたいな感じでしょね。ちょっとね、まあいいや。でまあそれはいいんですけど、結局のところですね、何だったんですか。どうしたらいいの、ね、どうしたらいいのね。まあね、いろんな人がいるから、まあそれはね、
よしあしっていう難しいな難しいなね。電気自動車のタイヤ消費ガソリン車の4から5倍、摩耗スピードが速い理由とは。あの交換するもの少なくていいなと思ってたら違うんだね、タイヤが減るんだって電気はトルクあるからじゃない、ちょっと踏んだ時のガッていうあのトルクがすごい、しかも4輪全部あるからね今ね、大体4駆ですもんね EV だったらね、全部にモーター入ってるからね、多分そういうのがあの影響してるんじゃないのかな、違うかな、アクラボビッチのレーシングラインのチタン、レーシングラインだからダメなんじゃないの、あ政府認証大丈夫だね、これ XSR125 でしょね、政府認証マフラーねこれね、これかっこいいねアクラボビッチね、まあいろいろあるようでございます。そして、まあニューモデルって言ってもみんな色が変わったとかそんなばっかですけど、トリシティってモデルチェンジしなかったでしたっけ、いいのかなね、わかんない。あとこれカモね、はい、都会的なブルー、ちょっと色がこのブルーはあれだね、あの KRV のブルーになんとなく似てる感じがするけど気のせいですかね、はいね、こんなのあります、はい、あと T-MAX ね、まあ茶色だねこれすごいね、マットダークレディッシュグレーっていう茶色っぽい色だ、地味だね、もっともう鮮烈な赤とかさ青とかさそういう色でもいいんじゃないかな、ね、両者ともに各部設定アフリカツインね、はい、そして、CBR400R ね、まあちょっと地味な感じがしますけど 400R はね、グロム、そしてトリプル R ね、エンジン仕様&外観変更したそうですトリプル R、はい、まあそんなようなのねあるっていうことですけど、あまたヤマハマに R7 なのね、まあジョグ125新色出ましたね、はい、まあいいんじゃないですか、はい、という感じでですね、あのあと何かあります、新ウェブ CM ね、日本損害保険協会、CM 乗るならしっかり自賠責保険公開、しっかり者の、そうですね、この眉毛が特徴なんでね、このねこの方はね、はいね、はい、そして、NX400 ね、 NX400 をベースに、あ今 NX400 って言うんだ、 400X じゃないのね、前 400X でしたよね、ですよね、これ 400X じゃないのこれ、 NX400 っていうのをベースにライセンス仕様ね、教習車仕様っていうのをね発売ね、106万7000円です、高くなりましたね、教習所も大変だね、あ高くなったね随分っつってね、まあ入れるんでしょうけど、はい、あとですね、JAF のロードサービス利用の、ちょっと変わったそうです、はい、サービス内容と料金等の変更があったということでございます、はい、ですね、会員の無料牽引距離が15キロから20キロに拡大されたそうです、JAF は。やりましたね。あとね、JAF ね、JAF さん二輪も運んでくれますからね、自分が運転してたら二輪は運んでくれるから、JAF 入っておいた方がいいです。はい、これはもうあの言えます、はい、金額的には、入会金2000円。初回ね。で、年会費4000円でしたっけね。で、その後ずっと、まあ、4000円かかりますけど、いろんなところでね、割引サービスとかありますから、4000円なんか、サービス受けなくてもすぐ戻れますから、サービス受けちゃったら、もう、何回分、10回、20回普通に、受ける、普通に何もなしに電話して頼んだのを、大変なもんなんですか ?10 倍くらい取られる、平気で取られますか ?10 倍じゃ効かないかな、もっと取られるよ。そういう世界ですから、運ぶっていうのはね、すごいお金かかるんですよ。で、突然のあれでレッカーなんか頼んだらすんごい金額になっちゃいますから、JAF に入っておいた方がいいと思います。はい、私はね、うん、別に JAF じゃなくてもいいけど、でもまあ JAF がいいかな。JAF だったら、自分が運転している車両に関してはみんな降りるから、車両にかかってるわけじゃないから。だから任意保険とかもかけてね、一緒にあると、ここまでは JAF で運んで、ここから先は任意保険で運ぶとかいうこともできなくはないのかな。うん、まあもちろんね、例えば赤男爵さんとかに入ってですね、もうすぐ近くにもあそこあると、ね、そういうところまで運んでっていうのも、まあ一つのあれかもしれませんけどね、はい、ね、まあそれは自由、なんで赤ちゃんのとこというんですかね、もううちに来ると、あ赤男爵さんに行ってくださいって言っちゃうんで、ついね、すぐ近くにありますから、もしあれだったらあちらで見てください、バイク探してるって人ね、整備に来てる人は、あそこを断られちゃうから、だめなんだけど、バイク欲しいっていう人にとってはね、だからうちにないから、うちにあるもんだったら、別ですけど、うちにないものに関しては赤男爵さんに行けばいっぱい置いてありますから見てくださいよって、ね、つい行っちゃうんだよね、うん、あとこの間もあれね、すぐ近くに宅配の
なんだろう、あれお弁当じゃないんだよな。あのトンとなんかカツ系のね、ある運んでるのはあるんですけど、なんか事故ってで来られたんですけど、あの受け普段やってるとこ行った方がいいと思いますよただちょっとたまたまちょっと今あのご主人があれしてるんですよっつって、怪我あの入院されちゃっててっつって、ああそれじゃちょっと困ります、ただ事故ですよねって、事故だとやつらめったら直しちゃうと保険のあれで関わあのほら相手とのあれがあるからまずいですから、ちょっと確認した方がいいんじゃないですかっつって、うん、うちもほら勝手にやっちゃってね、あとでなんでどうなったら大変だから、うん、だからなるべくならそっちやった方がいいですよっつって、そう あんまりやらない、そうないんだよね、もう何ですかね、もう少しこう商売っ気出さなきゃいけないですよね、そう買う気のない人までかっついサインしてあのお金払ってっちゃうぐらいのね、あのそれぐらいの話術があればね、もっとこう稼いでさ、うわっつってね、あの、はい、ということで BDS レポートプラス4月号いかがでしたでしょうかね、今時の若者ユーザーを知るってね、考え方リアクションなどについて消費行動データをもとに検証ということでしたけど、若者、まあ、うちの動画は若者見てないからなんですけど、ご覧になってた10代、20代の方どう思いますか、そういうふうに分析されてるってことですけどね、興味ない